琉球泡盛ザンパプレゼンツ読谷大好き飲み歩き。この番組は有電会社東酒造の提供でお送りします。読谷大好き飲み歩きレポーターはじめちゃんでございます。さあ本日ご紹介するお店はこちら、嘉手納町嘉手納にございますリパロさんでございます。さあこちらもつ鍋がとっても有名なね、店舗さんでございます。私まだ食べたことないんですがね、ちょっとね、通ったことはあるんですけど、どういったお店なのかっていうのもね、あんまり詳しくね、なんか知らないです。なのでね、今から楽しみにしております。まあね、お店の中とですね、お料理どんなものがまた出るのかっていうのもね、ご紹介しながら今日は皆さん楽しんでいただければなと思います。それでは早速店内お邪魔します。さあそれでは早速私店内お邪魔しております。お隣は店長さん来ていただきました。まずはお名前を伺いましょう。お名前教えてください。島袋なると言います。はい、はい、島袋店長に来ていただきました。早速ね、こちらリパロさんの魅力伝えていただきたいと思いますが、まずリパロさん、もうお店できて何年目ですか？今年で10周年になりますね。はい、10周年節目の年でございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。はい、でこのリパロさん、何がメインのお店なんでしょうか？本場九州の博多の方の、もつ鍋をメインに提供しているお店になります。はい、もつ鍋がメインということでございますよ。まあ、フードのメニューで詳しく聞きたいと思いますが、まあ、お店またちょっと古民家っぽい感じなんですけど、座席数はいくつぐらいあるんですか？約だいたい30席、はい、掘りごたつと、あとテーブル席と、あとカウンター席もございます。あ、なるほど。はい、でお客様どういった方が訪れますか？この嘉手納の地元の方をはじめ、だいたいファミリー層で、あと観光客の方もで、女性客のお客様も中心にだいたい来られます。なるほど。はい、それではですね、こちらリパロさんのフードのメニュー伺っていきたいと思います。さあ、まあ、もつ鍋ということでございますね。まあ、もつ鍋結構種類あると思うんで、ね、どういったのがあるんでしょうか？まず種類は何種類ぐらいあるんですか？もつ鍋の方は4種類ご用意してます。はい、でどういった内容になってるんでしょうか？味の方が、醤油味で、味噌味で、辛味噌で、塩味になってますね。この4種類のメニューがあるということでございますが、具材とかは何がメインに入ってる？ニンニクたっぷりで、あとお野菜がニラとキャベツで、あともつが、本場のもつが入ってますね。なるほど。これはちょっと聞いただけで、ね、美味しそうでございますが、まあ、先ほど言われた4種類の、ね、メニューの中、人気のメニューなんでしょうか？一番やっぱ人気なのは醤油味になりますね。はい、醤油味、はい、これはちょっと意外でございましたね。なんかうちなんちはなんか、まあ、味噌とかそういったところが人気かなと。こちらでは醤油。そうですね、醤油味の方が皆さん人気でよく食べられます、ね。はい、味クーターのうちなんちの皆さん、ぜひね、ちょっとこちらの醤油味の、ね、もつ鍋、ね、食べてみてください。ちょっとびっくりしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは美味しいフードのメニューも伺いましたので、今度はアルコールの種類伺っていきたいと思います。アルコールのメニューどういったものがありますか？ですね、カクテルと、あとこの果実酒、梅酒ですね、はい、は一応女性客に人気のメニューで、こちらも多数揃えてあります、ね。カクテルと、まあ、梅酒とかそういったので、ね、女性の、ね、お客様が好むお酒が結構揃っているということでございます。まあ、ビールとかですね、あとワインとかもあるんですか？そうですね、ワインの方もワインセラーを完備してますので、ワインの方も種類は揃えてあります。はい、なるほど、ということでございますよ。で、気になる泡盛ザンパ、まあね、先ほど少しちらっと言ってましたけどね、はい、泡盛ザンパありますか？あります。はい、はい、あるということでございます。こちら泡盛ザンパ、種類は何を置いてるんでしょうか？ザンパの白と黒の方、はい、
ザンパの白と黒ということでございます。さあまあまあもつ鍋に合わせるならこのザンパの白と黒どちらがいいですか。まあ、ちょっと自分の好みになるんですけど多分黒かな。お黒、はいはい、これはどういった理由で。すっきり飲みやすいかなと思うので。なるほど、はいね、しっかりと、ね、聞いた青森ザンパの黒、ね、こちらと合わせて、ね、もつ鍋、ね、食べていただきたいと思います。まあ、あと味の方が4種類あるということですので、ね、まあ、それに合わせて、ね、まあ、白に変えてもいいと思いますのでぜひ皆さんご賞味ください。はい、それではですねこちらリパロさんの青森ザンパに合う一品伺いたいと思います。さあ青森ザンパに合う一品何でしょうか。ですね、こちらは長時間炊いた牛すじポン酢になります。お牛すじポン酢ということでこれはちょっとね、青森ザンパにぴったりの一品じゃないかなと思いますがこれ何時間ぐらい煮込んでるんですか。合計だいたい4時間ぐらいは。4時間。はい、毎日。あ毎日、はい、毎日煮込んでる。はい、あすごいですね、もうすごい、まあ、手間暇ということですね、かけた一品になっているということでございますのでぜひ皆さんね青森散歩と合わせていただきたいと思います。またもつ鍋もね、4種類ありますけどどれがおすすめですか。散歩に合わせるならじゃもう個人的にはもう醤油なんですけどまあもう人それぞれ好みなのでそれはもう自分の味の好みを試していただきたいなと思ってます、ね。はい、はい、それでは最後にこちらリパロさんの営業時間など伺っていきたいと思います。まずは営業時間何時から何時でしょうか。夕方の6時から一応ラストオーダーの方が一応11時の12時クローズになってますね。6時オープンで11時がラストオーダー12時までということでございます。さあ定休日は。定休日は一応毎週月曜日なってますね。はい、お電話番号伺いましょう。お電話番号を教えてください。はい、098-956-4959になってます。はい、956-4959番までねぜひ皆さんお越しくださいね。モアイとかですねそういったのにもねバッチリ使えますよ。ぜひお越しください。では見ている方にですね、PR という形でメッセージお願いします。はい、ではこれから、冬本番になるので、寒い季節にぴったりなもつ鍋を食べながらですね、ちょっとしたおつまみもございますので、一緒に、青森ザンパと一緒にいただいてですね、この沖縄の方はちょっと夏暑くて鍋っていうのもちょっとないと思うんですけどこちらはもうスタミナ料理として食べていただけますのでぜひよろしかったら足の方を運んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、はい、もうね年中食べれるということでございますので、ね、暑くても寒くても食べれるということですのでぜひ皆さん、ね、大勢連れてお越しください。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。リパロは飲酒運転撲滅に協力しております。お酒を飲まれる方は代行タクシーをご利用ください。今夜も青森ザンパで乾杯。来週の読谷大好き飲み歩きは読谷村そべにある鉄板居酒屋杉さん、なんと今年で10周年を迎えるということでございます。おめでとうございます。さあそして11月22日金曜日から24日日曜日の3日間なんと10周年祭が開かれるということでぜひその模様皆さんにお届けしようと思いますよ。また青森ザンパがとんでもない額で飲み放題ということでございます。さあいくらで飲み放題なのかぜひ動画をチェックしてくださいね。来週もお楽しみに。青森ザンパプレゼンツ読谷大好き飲み歩き。この番組は有限会社東酒造の提供でお送りしました。